大変長らくお待たせいたしました。神戸大学よさこいチーム、やーびこです。今回淡路よさこいフェスティバルにてやーびこ初めての大賞を受賞することができ大変嬉しく思います。本当にありがとうございます。今から披露する桃源郷という演舞は世に疲れ心に傷を負った旅人の物語です。その旅人がたどり着いたのは私たち神戸市が誇る有馬温泉。そこで私たちのぬくもりと笑顔で旅人を笑顔にいたします。また今見てくださっているお客様全員を笑顔元気感動させられるように全力で演舞いたしますのでご声援のよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではいつだろうかこの国が心を失ったのは。舞台、ここでよ。
となったお客様に最大限の笑顔で礼。おめでとうございました。神戸大学よさこいチーム山彦の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。さあ、それでは総踊りへと進めてまいります。